君がいなくなって4日が経ちました。ツイッターなんかを見ているとまだ君の話題が飛び交っている状況です。困惑している配達員が多く、まだ現実を受け入れられていない、いや受け入れてない感じなのかな。人は失って初めて気づくと言いますが、その通りだと思いました。当然僕もその一人です。自分の都合で君との目標を設定して、実際に配達して得た報酬以外に大きな対価を得られるなんて、よく考えたら都合のいい話だよね。でも一度味を知ったら依存してしまう。君は麻薬のような存在でした。君のいない週末を僕はただふわふわしながら過ごしていました。配達件数にとらわれない感じになれず、ケンタッキーからの2件分の依頼をなぜかお得に感じていたりしました。もう君はいないのにね。僕が見た感じ、配達員も少し減った気がします。続けているのはいつも目にする配達員。しかし君を失った現実から逃げずに一生懸命活動している彼らを見て目が覚めました。もっと強く生きなきゃ。夏が過ぎ去り、自転車やバイクで稼働している配達員には少し肌寒い季節になった今日この頃、君との素敵な思い出を胸に、今日からまた新しい気持ちで僕は、いや俺は大田区の注文者さんに食べ物と元気を運んでいくわ。またいつか会える日を楽しみにしてるよ。こんにちは、ウバイツです。ウバルバです。ドバ海峡です。今日も動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。じゃあバイバイ。